東洋電気製造株式会社は、鉄道車両用電気機器、産業生産設備をはじめとする、電気機械などの生産を行う企業である。通称、東洋電気と呼ばれるが、同名の他社と区別するために、東洋電製と呼ばれることもあるが、証券会社の店頭などで、株式売買注文を受ける際には、洋電気と呼ぶことが浸透している。東京証券取引所。 第一部上場。鉄道車両下部の機器収納箱やパンタグラフ基部などに、豊電機と書かれた同社の、原ロ語や、T、D、K の3文字をあしらった旧ロゴをしばしば見ることができる。緑会の会員企業である。愛知県の東洋電機や、兵庫県丹波市で、電車用機器を製造する三菱電機系列の、東洋電機とは、資本、人材を含めて、 一切の関連を持っていない。日本国内の鉄道車両においては、新幹線車両、在来線電車、地下鉄車両、電気機関車、新交通システム、路面電車、モノレールなど様々な車両に供給している。以上の製造、販売と付帯工事。創業初期から生産していた d b 1系直接制御機、ディックケルシステムの表記がある。 それまで外国製品の輸入に頼っていた鉄道車両用電気機器の国産化を目指し石川島造船所の社長で京阪電気鉄道の役員であった渡辺義和が中心となり設立イギリスのデッカー社との技術提携により生産を開始した会社設立の背景には第一次世界大戦によるヨーロッパを中心とする輸入製品の不足 対戦による後継機があった。この時点で、芝浦製作所はすでに GE と提携関係にあり、1921年には三菱電機が創立、1923年に三菱電機とウェスチングハウスエレクトリックの技術提携が成立し、鉄道車両用電気品の分野でも自主開発を貫く日立製作所を含め、4社による 激しい受注競争が繰り広げられることとなった。終電装置は、いわゆる新製の電車の登場とともに採用例が、急増している。以下に、国鉄 JR 各社、大手施設との取引例を記す。東洋電気製造は1964年10月の、東海道新幹線開業時から、新幹線電車用電気品の製作に関わっている。 零系新幹線量産時には、東海道新幹線電車連合体を通して、電気品を受注し、主電動機、駆動装置、終電装置、電動発電機、制御装置などを納入した。その後、東北、上越新幹線用の200系、新幹線、100系新幹線にも電気品を納入している、国鉄分割民営化の JR グループ発足後も、 JR 各社の新幹線車両向けに、主電動機、駆動装置、終電装置、補助電源装置などの電気品を納入している。1971年8月に、日本初となる発電機側ブラシレスの電動発電機を開発させ、翌1972年秋には、世界初の完全なブラシレス電動発電機を完成させた。東洋電気製造ではこれを、 BLMG という略称を使用したが、後に、これが、一般名称化した。1978年に直流直巻電動機を使用した、電気紙直波制御ではなく、副管電動機を使用した、東洋電気製造独自のアフ式主回路直波制御を、完成させ、阪急電鉄に納品した。その後、1981年に、東武鉄道急線経営、 二万系に採用された。1984年3月に国鉄と東洋電気製造が共同開発で直流直巻電動機を使用した堺自転カレージ制御を完成させ、実用化試験後、205系、211系をはじめとして大量採用に至った。1961年、安価なカラーテレビの開発を発表し、その後の株主総会で、 総会屋に協力を依頼した事件。東洋電気製造と取引のある鉄道部品販売会社 NK カンパニーがシムやこれを成形加工するための金型など鉄道部品などの架空発注を行って裏金を作り大半を貫流させていたことが2013年8月19日に一部マスコミの報道により判明。また、その一部が 東洋電気製造社員に渡った疑いも持たれた。東洋電気製造では内部調査を実施し、その後、同年11月14日に東洋電気製造では社内調査結果を公表した上で NK カンパニーとの取引を中止するとともに、東洋電気製造の社内の担当者を管理責任を問う形で処分することとした。かつて同社は、 発祥の神奈川県に、相模工場、横浜工場、京都府に、京都工場の3拠点を有していた。バブル後は、相模と京都を閉鎖し、一部を、滋賀森山に残して、横浜製作所との2拠点となった。横浜製作所の竣工から約30年が経過し、2017年2月10日に、滋賀竜王製作所の建設を発表した。 同社は2000年代に入って中国や米国などへの海外展開を強化しており中国では合弁を中心に米国では独自に製造拠点を配置しているが今回は国内での設備投資となる約70億円を投資し産業事業の開発設計製造を一体化創立100周年の2018年6月に全面稼働を計画する ありがとうございます。